はい。なんか用具変えたらしいですね。なんか両面変えた。両面変えました。フォアは高速規制の強表ネオ3。これ後日多分詳しいのはバンチャンネル出ますね。出ます。はい、お願いします。赤テナジー05から05からなんと95 別に僕何も言ってないですよ。ここにあったティモゴルスピリットのラケットに両面機械があったんですよ。そうそれ使ってめっちゃ良かったらしくて、行ってみましょうか。はい、行きます。あーいい。たまに潰れちゃって落ちちゃう時があるんですけど、これなかったんですよ、この先言ったら。で、その感覚が好きで、ちょっともっちりしてる感覚、もっちりしてる感覚が好きで、これ使ってみたかったんですけど。わぁ、うざい。東京打ったからね。下辺に行きます。おーいい。今のいい。マジ入るね。やっぱね、あれ打った時も こんな感じで、だから手足の05を使ったんですけど、上げるのちょっと一苦労するんですよ、結構強めに当てないとたまにネットするとか、基本持ち上げるの難しかったんですけど、ただやっぱりこう上回転になった時のカウンターだったりとかが結構攻撃的にいけたんで使ったんですけど、ブロックだったりとか下回転上げるのはめちゃくちゃ難しくて、これ使った時はそれがなかったんです。だからこう思い通りにこう想像してる通りに入ってくる。スピーダーめっちゃ上げてる。上がるでしょ。やば。やべ、何でも入る。はい、タウンター入りましたね。えげつない。入る入る。もうやべ、めっちゃ上に突き飛ばないっすけど。突きが飛ばない。やばい。良い良い。やっぱこれ良かった。すげえです。なんか思ったよりでいくっすね。あー、これマジでいくと思う。チキータめっちゃ良いっす。いわゆるかなり良いっす。下回転打ちやすいってのは結構みんな言ってて。そうっすね、打ちやすい。これまあでも全体的に95は使いやすいと思うけど。使いやすいっすね。変更、バンチャン変更しました。変更です。0から変更です。めちゃくちゃ良かったっす。これバンちゃん4平行のお知らせでした。ありがとうございました。ありがとうございました。これめっちゃいい。